納車だ、納車納車の。ジムニー。視界外ゲットヘッド街から街改札抜けてから挨拶吐くまで飲み明かした日の夜明け逆です人の横目つるきっとそうだね不愛想埋葬死にそうでも生きようなくなるもん大小の大小かかわらずぶれないもんいつかのリスク。前回までのあらすじはアルトクラスカーズで納車を済ませた翌日、ジムニーの聖地、剣山スーパー林道へと向かうことになりました。これ、正しくは剣山なんだけど、地元の人は剣山と呼ぶので僕もそう呼んでます。そんなこんなで、剣山の頂上を目指す道中、秋田県の草を踏んだり、紅葉に感動したり、最高の旅がスタートしました。絶景ポイントまで向かう道のりはほとんど舗装されてなくて、普通車が立ち往生する中、ジムニーではゴリゴリと行くことができましたよ。いやーどうですかこれ本当にね空気が美味しいすごい空気が美味しいってよく言うじゃんあの旅番組とかであれ嘘と思ってたけど本当ですね酸素がイロハス鼻からイロハス飲んでる気分だわ徳島ってすごい神秘的なところだなと思ってスサノオノミコトとかね三種の神器ですよねそういうのとかがあったりするようなとこでまあ括弧全部ウィキペディアで調べましたなんですけどあのそれを今体感してますねさあということでね林道もね今からやっとスタートしたぐらいのところらしくてまあ僕の運転だったら多分3回は事故ってたかなと思うんで本当に助手席で良かったですね空気がきでもここまで来たら新車の匂いしますねなんか近いからすごいすごい早速汚れてる気持ちいいな汚れていくの、うん、ということで進んでいきましょうかね、はい三井グリーンランドさん、これ用意してくださいって言いたくなるぐらいすごいわ、このアトラクション性あーこの GoPro Hero 7は世界最強の手ぶれ補正なはずなんですけどどのぐらい手ぶれ補正されてるか気になりますねこれ、林道 VS GoPro だいや、思いっきり動いてるよねあー、やばいっす、もう俺の手がもうあとですね、これやっぱこのグラブバーの必要性が俺は今、身に染みて分かってますこんなのいるって思ってたけどこれいりますわ助手席の人はうわやばいやばいうわ俺の声を聞いてください皆さん揺れまくりですよいやこれヒーロー7の手ぶれ補正に助けられてるけど実際これの2倍揺れてますこれは そもそも誰が通るとこなんですかおっと石がある石がこれでかいこんなでかい岩とかありますねこれ乗用車で来てたら無理でしょこれいやでも走ってる人いるえぇ、ー、走ってる人いるけどはいまあ1年に1回はパンクしてタイヤ交換できないお兄ちゃんとか代わりに仕上げてるみたいな逆に無知だから来ちゃうんでしょうねおおすごいねけど昔僕や子供の時だからこういった林道もっと多かったはずやけど俺でも林道減った方なんだ、うんこれ凄まじいなぁ凄がまじいよすごいよ本当。俺人生で車乗っててこんな楽しいの初めてだハマりましたねこれはねハマりましたね完全にハマりましたねレース出ちゃう出ますおっしゃ俺の新しい人生の目標ができた来年はジムニーのなんつうかダートレースっていうんですかああいうのおいおい考えましょうどういうああそうですね、うん、素人の私がいつか素人に毛が生えてそしていつかジムニーのレースに出ると企画でやろうかなこんなのがね
あるんすね日本に。さすが聖地。いやすごい。そして聖地に入るジムニー2台ですね。こんな感じ。ちょっと皆さん見てくださいこれ。もうここの洋服棚に入れてた洋服、ニットとこれしか残ってない。すごいね、全部下落ちてるわ。こんなのね、人生初めてですね。まあジムラーの人たちにとってはこんな日常の当たり前なんでしょうね、ヒロさん。ですね。今日は起点から来たけど、うん、まあ急いでスーパーリンの行きたい人はショートカットで。あ、ここから、うん、ここ舗装路になってますもんね。そう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 、はいはいはい、神山町からずっと登ってきて。なるほどな。道は来れないよね。ショートカットもあるみたいです皆さん。そう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 。ただ僕はショートカットしないのをおすすめしますね、うん、さっきのドローンの場所なんて最高だったじゃないですか、うん、あんなんもう一回見たら世界観変わりますよ本当、いろんな意味で。ジムに汚れるならまだ分かるんですけど、なんでか知らんけどこんな自分も汚れるもんなんですねこうやって。いや笑ってるヒロさんも汚れてますけどねここ。本当？いいっすねこんなジムニーに携われる人生って。最高。最高っすね。これそのうちなんかカメラよりベクトルがジムニーに向いていきそうな気がして怖えな。そのレベルですこれは本当。趣味として究極ですわ。ファガスの森高城ですかね。そうです。これ YouTube で見たな俺、他の人が言ってるのここに、うん、じゃあここに今から飯食いに行くわけですね。はい、わっしゃー。じゃあ行きましょう。はい。さあ皆さん、ご飯食べるところに到着いたしました。もうですね、一言言えることはもう体中筋肉痛ですわ。これ見てください、これすごいっすねこの汚れ。なんかすごい気分いいですわこんな汚れると。逆にどうもこんにちは。あ、こんにちは。はい、 YouTube 大丈夫ですか、映ってもいいね。もうどんどん撮ってください。ありがとうございます。何さんですか。え、今日はブーツやけど、直旅王子。直旅王子さん。そうです。おお、よろしくお願いします。濃いですね。ナンバーも一番でね。一番です。そう、なんとか勝ち取りました一番を。すごい、ちょっとご馳走させて、食べ物食べさせていただこうかと思って。もうカレーぐらいしかないけど。あ、最高。もうカレー最高。ということで、どうですかお二人は、疲れましたか。楽しかったですよ。あ、楽しかったですね。あの1号が跳ね回るのを後ろで見てたら本当に楽しい。タイヤがね、路面を捉えてるんだけど、はい、時々空中に浮いてる。乗ってて今絶対浮いたやろみたいな何回もありました。2人ともジムニー乗りでね。カモちゃんはあれですよね、あのアウトクラスカーズの社員さんですよね。はい、いろいろとありがとうございますこの度は。じゃあカレーでも食いますか。はい、2人とも絶対緊張しすぎでしょ今。特にカモちゃんが一番。いや、めっちゃ腹減りましたもん。朝ごはん食ってないんで。お邪魔しまーす。うわー、ぬくいなー、ぬくいな。見てください皆さんこれ。なんちゅうフォトジェニックな自慢の一品ですよねきっと。もうこれね、1ヶ月前に。1ヶ月前をはめました。お乳だ。お乳です。うわー、すごいすごい。まあこれでね、部屋がもう15度ぐらいで温まってね。15度か18度で温まるんですね結構。で、あ、奥さんですか。じゃあ、まあ他人の奥さんだけど。あ、他人の奥さん。なんか悪い言い方だな、他人の奥さん。よろしくお願いします。てか僕気づいたんですけど、めちゃくちゃいい写真いっぱいありますね。これはもうみんな私の友達と。へえ、すごい。ちょっと写真見たいな。直旅王子こと平井さん、なんと本当に写真の上手な写真家さんで、もうね、絶句するぐらい写真綺麗なんですよね。データをいただきましたので、次回の放送で写真を紹介したいと思います。本当に度肝抜かれますよ。最強にうまいっす。次回のサンセットスタジオ TV は
直旅王子と文子ちゃんの作った美味しいジビエ料理が絶品すぎて全員が失神。飯を食った後は直旅王子の写真に心を躍らせ失神。帰りの道中は車が寒くて失神。みんなも失神の準備よろしくな。